希望の彼方は、秋川ウリスマキ監督、制作、脚本による2017年のフィンランドのコメディドラマ映画である。第67回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門で上映された。ヘルシンキ。トルコからやってきた貨物船に身を隠していたカーリドは、この町に降り立ち難民申請をする。彼は、シリアの故郷アレッポで家族を失い、たった、 一人生き残った妹ミリアムと生き別れになっていたのだ。彼女をフィンランドに呼び、つつましいながら幸福な暮らしを送らせることがカーリドの願いだった。一方、この街でセールスマン家業と叫びたりの妻に嫌気がさしていた男、ビクストロムは、ついに家出し、すべてを売り払った金をギャンブルにつぎ込んで運よく大金を手にした。彼はその金で一軒のレストランを買い、 新しい人生の糧としようとする。店と一緒についてきた従業員たちは不愛想でやる気のない連中だったが、ビックストロムにはそれなりにいい職場を築けるように思えた。その頃からリードは申請虚しく入国管理局から強制送還されそうになり、闘争を目論んあ挙句出くわしたネオナチの男たちに襲われるが偶然ビックストロムに救われる。 拳を交えながらも彼らは友情を育み、カーリードはレストランの従業員に雇われたばかりか、寝床や身分証までもビクストロムに与えられた。商売繁盛を狙い手を出した、寿司屋事業には失敗するものの、いつしか先輩従業員たちまでもカーリードと深い絆で結ばれていった。そんなある日、カーリードは難民仲間からミリアムの居場所を知らされる。 ビクストロ村の協力で彼は妹と再会、目的を果たすに至る。だが、安心しきった彼を、いつぞやのネオナチの一員が襲う。刃物で深い傷を負いながらも、カーリドは妹を笑顔で送り出すのだった。ベルリン国際映画祭での恥、カウリスマキ、クオスマ年2016年12月、第67回ベルリン国際映画祭コンペティション部門。 での上映予定が発表された。フィンランドでは2017年2月上旬に上映された。イギリスでの配給券は、カーツ・オン・アーティフィシャル・アイが獲得し、5月に公開された。2017年3月、カウリス巻きの前作、ルアーブルの靴磨きと同じく、ヤヌス・フィルムズが、米国での配給券を獲得し、12月1日に封切られた。批評家には概ね好評であり。 ロッテントマトズでは55件のレビューで、支持率は89%、平均点は8、0となっている。メタクレティックでは11件のレビューで、過重平均値は85,100となっている。ありがとうございます。